はようございます。はい、おはようございます。買い物？買い物ではございません。あれ、何？どうした？あのですね、今日はですね、LINE の結び方。ああ、わしもう目が薄いけ、よう結ばん。LINE か。はい、LINE の結び方を教えてほしいんですけど、うん、まずは PE とリーダーの結び方を教えてほしいんですけど、うん、リーダー？ルアー釣りする時のリーダーの結び方とか、うん、FG はまあいろんな今 YouTube 要線飲んで、はい、FG も今使わんのんで今までしょったやり方、はいはい、うん、本当だったら P ラインを三つ編みでこういうふうにダブルライン作っていろいろ結ぶやり方、はい、もう昔はしょったんだけど、はい、今簡単にこれまあリーダーとしたら、はい、これをまず輪っかにして、はい、これもダブルで P を折ってどうするね、こういう感じ、はい、で、この折り込んだこいつを巻いていく、巻いて下がる、こういう感じで、今度これが上に上がる、まあ、7回、7回ぐらい、うーん、重ねてですか、うん、で、これに通す、こういう状態、はい、で、徐々にこう絞っていく、はい、ただ色が変わると締まった、うん、もうこれで完成ですか、うん、これが一番まあ簡単は簡単、へえ、じゃあリーダーと PE を両方輪っかを作って片方通してで巻いて巻いてで返して巻いて穴通してグッと引っ張る、へえ、だけど、まあ、一つ難点があってこれ、はい、進行方向切り口が切ったら飛んでいく方に行くんで、はい、ガイド抜けは悪いんよ、だけガイドに巻き込まんように垂れ長をして投げ取った、これはこれできることないしな、まあ、これが簡単な、まあ、一番簡単なのは現場ですぐできるし、まあね、めっちゃ簡単と思って、準備の時にはそら三つ編みでダブルラインにしてやるけど、あー自分がとりあえずですか、あの行く前の準備の時はな、うん、三つ編みにしてダブルラインするけども、現場でもしトラブったりしてなった時には一番簡単、いやこの間鳥取長江行った時にナブラがめちゃくちゃ湧いて、 あの時ナブラを目の前にもう手震わしながら慌てながらその三つ編み、ああ三つ編みのやつをや一生懸命取ったんですよ、ずっと「ああ」とか言いながらそういうことになるけ、うん、そういう時これいいですね、うん、だけどこっちリーダー輪っかにしてもらってこう通すな、はい、こう通す、はい、ちょっとまあ長めにな、でこうこれにくるんを7回ぐらい、まあ本当だと7回ぐらい、今日ちょっと短縮して、はい、やってで、まあ、反対側に今度持ち替えて、はい、これこう反対側に、うん、また同じように7回ぐらい、うん、同じ回数で最後巻いて、最後このダブルになったやつをこのリーダーのダブルに、はい、こうどうする、で、あと締めるんですか、で、ちょっと滑らして、はい、こう、まあ、うーん、締めていく、で、ちなみにですけど、うん、この最後このカットするじゃないですか、うん、ここはやっぱりあのライターでちょっと炙っとった方が炙ってダマ作っとった方がいいですね、あの滑っても最悪止まるけ、うん、まあこれ一番簡単だわ、僕はもうずっとこれしょった、次が、まあ、サルカン、一番釣りでよく使うその万能な結び方を教えてほしいんですけど、昔は、はい、こういうふうに二つにして、はい、これがこういうふうに2本にして、一回輪っか作るんですか、これ父輪って言うんだけど、はい、それにこれを通してこういう、まあ、結び方もある、ウィッこれで終わり、父親結び、うん、まあ、今一番使っとる結び方はこれも簡単だけど、まずこう通してもらうね、はい、で折り曲げて、はい、このメインに巻いていく、うん、5、6回、はい、で端っこをこのこれに、はい、通してこれをずっとゆっくりこう引っ張っていく、うーん、
ていうやり方もある。こういうの、これがまあ一番株なんかでも対応してる。それとあとはジギングなんかでスプリットリング、ジグつけるリングに、はい、あの結ぶ時なんかはさっきの結び方じゃなくて、はい、編み込み、こういう風に先に、まあこれをスプリットリングとしてはこういう風に、はい、先にこれを通しておく、ここでこういう風になる、はい、そいでこう、上下上下こうハーフイッチしてる。あ、上からと下からでずっと交互に、うんうんうん、10回ぐらいな。今下からですね、うん、下から通してで次上から、上からが、うーん、でこういう編み込みがずっとこうこの辺まで来るな、はい、で切り口をまた炙っとく、はい、そうするとここはダブルになってあの補強されるんで、はい、まあ抜けることもないし、まあいろいろ今結び方があるけどな、それ参考にしてもらったらいいし、はい、じゃあ次は 針の結び方、まあこれちょっと色がついてるけど針数だとして、これもやっぱり同じくこう輪っかに、輪っかに、はい、でこの上に添える、はい、こういうで、この針数の元になる方がこっち、はい、でこいつを巻いて こっちに行く、はい、あの耳の方に、うん、で耳の下でまあ5回か6回、うん、でこれに通してグッと引っ張ると、引っ張って、うん、これ内向きな、内向きに動くように、内向きに、はい、これがこうなったら食わんことはないけど、うん、おかしいけ、必ずこういうふうに、まあ、ちょっと結び方汚いけど、でこの余った分は、うん、わし5ミリぐらい残す、こんなんすよ、うん、ギリギリで切らんこですよね、うん、ですよね、まあ用心のために炙る人もおるし、じゃあ針はまあこういった感じで、まあ針はこれが一番、まあまあね、これしかむしろ自分も見たことないです、うん、わかりました、いいですか、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとう。